新人グループナンバーアンダーライン愛がデビューからわずか1年で世界制覇。衝撃の快進撃の秘密とは滝沢社長の手腕がナンバーアンダーライン愛を生んだ。次世代スターの誕生。注目のニュース2024年5月4日 ?2023 年10月に結成されたばかりの新人グループナンバーアンダーライン愛がデビュー間もないにもかかわらず、 驚くべき勢いで人気を獲得し、世界規模での活躍を見せ始めている。特にメンバーの一人である平野翔は、抜群のルックスと実力でグループの注目度を一気に引き上げている。グループ結成から一年足らずでメジャーデビューを果たし、主題歌や CM ソングなどを次々と担当。さらに、海外の大型フェスにも出演するなど、 まさに会心劇といっても過言ではない活躍を見せている。平野翔のインスタグラムのフォロワー数は400万人を超え絶大な人気を誇る。そんな彼が広告モデルに抜擢されたコスメブランドワンジュンギョヘアーの発売に合わせて自身のインスタグラムで投稿したビジュアルには驚くほど多くのコメントが寄せられた。この大躍進の影には 元々ジャニーズ事務所所属であったメンバー3人がを立ち上げた経緯がある。ジャニーズグループを離れ、海外進出を目指した彼らは、滝沢秀明社長がグループ名を真剣に検討した末に生み出したネーミング、ナンバー I には、3人が海外進出という目標に向けて全力で取り組んでいく決意が込められています。そしてこの名称は、アメリカやアジアでもユニークで覚えやすく、 使いやすいものとなっています。ナンバーアンダーラインアイという名前にこだわった。海外で扱いやすく、発音しやすい名称を採用したことで、広くグローバルに通用する存在感を醸し出している。そして、平野翔が広告モデルを務めることになったコスメブランド、ワンジュンギョヘアーは、韓国の有名メイクアップアーティストのウンジョンさんが監修しているものだ。 彼女の美しさの追求という理念に共鳴した平野翔が、自らの美しさを存分に発揮するビジュアルで登場することになった。その結果、ファンの心をわしづかみにしたのは言うまでもない。平野翔の魅力は外見だけではない。ラジオ番組スクール・オブ・ロックへの出演時の姿勢がファン思いであることを物語っている。この番組の特徴は、 アーティストとリスナーの距離感が非常に近く、アーティスト自身が参加型の企画に携わるということ。そのような空間で、平野翔はファンとの絆を大切にする姿勢を見せつつ、実力もしっかりと発揮していた。ルックス抜群で実力もあるというスター性はもちろんのこと、ファンに寄り添い続けるという姿勢が、平野翔の人気の秘密なのかもしれない。こうした姿勢は、 グループ全体の人気にも大きく寄与しているはずだ。ナンバーアイは今後さらなる活躍が期待されるグループだ。単に実力だけでなくメンバーそれぞれの個性や人となりがファンの心をつかんでいくことだろう。特に平野翔のようなルックス実力ファン思いの三拍子揃った魅力的なメンバーがグループの顔としてさらなる飛躍を遂げていくことが予想される。 ナンバーアイの今後の展開に注目が集まるのは当然だが、その中でも平野翔の活躍ぶりが、ますます目を引くことになるかもしれない。ルックス、実力、人柄の三拍子揃った彼は、まさに司法と呼ぶにふさわしい存在だと言えるだろう。一体、平野翔はこれからどのような活躍を見せてくれるのか。そして、グループ全体の躍進を支え続けていくのか。 ファンの期待は高まるばかりである。この会心劇の裏には、グループの3人のメンバーとマネジメント人の熱い思いが込められています。ジャニーズ事務所を離れ、2B プロダクションに移籍した3人は、ついに自分たちの夢を実現させる機会を得ることができました。特に、ジャニーズ出身の滝沢社長の優れた企画力と、洞察力が大きな役割を果たしています。 彼は、ジャニーズで培った経験を生かし、メンバーの個性を最大限に引き出しながら、グローバルな視点で活躍の場を広げてきました。さらに、ナンバーアイの楽曲制作にも、滝沢社長がタッチしていると言われています。ファンが熱狂する大人の恋心を描いたバラード調のブローユアカバーは、まさに彼の手腕のたまものだと言えるでしょう。ナンバーアイの躍進は、 メンバー3人の強い決意と 2B プロダクションの卓越したマネジメントが相まって実現したものだと言えます。グループ結成から1年も経たないうちに、この驚異的な成果を挙げられたのは、まさに彼らの番号1の活躍に他なりません。最近、彼らは様々な場面で躍進しており、その勢いはとどまるところを知りません。 2024年3月27日から開始された、誰でも参加できる楽曲投票サービス、優先音楽配信サービスの新サービスでは、初代1位にナンバーアイの曲、ブローユアカバーが輝きました。さらに、デビューシングルゴートも4位にランクインするなど、彼らの活躍が光り輝いています。楽曲リクエストサービスの拡充により、 ファンの声がよりダイレクトに届くようになりました。これまでは契約者のみが楽曲リクエストを行っていましたが、新たに専用ウェブサイト上で無料で受け付ける取り組みが始まり、ファンの参加が一層促進されています。毎日行われる投票では、上位にランクインした楽曲が優先音楽配信サービスで優先的に放送され、全国の街中や店内でも流れることが決まっています。 楽曲リクエストサービスの拡充により、ファンの声がよりダイレクトに届くようになりました。これまでは契約者のみが楽曲リクエストを行っていましたが、新たに専用ウェブサイト上で無料で受け付ける取り組みが始まり、ファンの参加が一層促進されています。毎日行われる投票では、上位にランクインした楽曲が優先音楽配信サービスで優先的に放送され、 全国の街中や店内でも流れることが決まっています。そして、ナンバーアイは国内だけでなく、国際的な舞台でも活躍しています。3月14日から17日にかけて、彼らは東京ドームで4日間にわたって開催された、ライビートヒーローズや、アメリカの音楽フェス、コーチェラ2024にも出演し、世界中のファンを魅了しました。さらに、 平野市さんはインスタグラムで、韓国の有名メイクアップアーティスト、ウンジョン予算監修のヘアケアブランド、シャンプートリートメントの広告キャラクターに就任したことを報告し、ファンの間で大きな話題となりました。しかし、成功の裏には様々な困難も存在します。かつては一世を風靡したグループ、キンプリもその一つで、 ジャニー氏の不法やメンバー間の問題が絶えず報じられ、結果的にグループは分裂することになりました。しかし、そんな中でも滝沢社長とナンバーアイのメンバーたちは夢を諦めず、前進し続けています。ナンバーアイの活躍はまだまだ止まることを知りません。彼らの才能と努力、そしてファンとの絆が結実し、ますます多くの人々を魅了していくことでしょう。 今後も彼らの活動から目が離せませんね。最後に皆さんに質問です。ナンバーアイの活躍についてどんな思いや期待をお持ちですか彼らの将来についてどんな予想を立てますか興味深い議論ができると思いますので、ぜひご意見をお聞かせください。